沖縄散策始まるよ。はいさーい、フッキーです。今日はこちらに来ております。大戸浜海岸がありますパワースポットでも有名なジョン万次郎上陸の地、こちらに今回は行ってみたいと思います。では行ってみましょう。ここからだとまだ徒歩で行くと遠いので、この後車に乗って移動したいと思います。ここを下ってですね、海岸まで行ってみたいと思います。ジョン万次郎上陸の地、この奥にですねジョン万次郎の記念碑があるそうで行ってみたいと思います。でこの場所はこうやってですね、駐車場も小さなスペースですがありますので、気になった方はこちらをご活用ください。そしてこの看板のあるところには石彫もあってですね、飛ぶ遊歩だとか飛ぶ遊歩ですね、フライフィッシュと書かれてます。飛ぶ遊歩ですとか、あとこちらは書かれてますけども、なんかこういった石彫があります。であとこちらは静けさというタイトルでこのような石彫があります。であとは羅針盤ですね。では行ってみたいと思います。今から歩いて上陸の地に行ってみたいと思います。この先に何か見えてきましたね。ジョン万次郎上陸の地まで来ました。このような案内板がありますね。石のベッドですと書いております。
台風の影響でしょうか、大戸浜海岸の波はちょっと強い感じがします。あの大戸浜海岸、サーファーが何人かちらほらと見えますね。ちょっとこれでは分かりづらいですけど、あのように、あとは海岸の方にも人がいます。で、この上陸の地にはこのような万次郎上陸の地という石碑とでも言いましょうか、ジョン万次郎が指さしている方向が確か古さになったかな、を指しているということです。このようにストーリー1では万次郎漂流大変なことで捕鯨船に救出される。なのでで次は左ですね、左に行くとステップストーリーにという形で、万次郎のストーリーを確認することもできますので、気になった方はぜひこちらに来てですね、自分の目で確かめてみてください。石碑のある左側を向くと実は海岸に降りることができます。そちらも行ってみたいと思います。ちょっと足場が悪くなってますので、降りる際は気をつけてください。到着することができました。言ってると思いますが、ジョン万次郎が上陸してるであろう海岸に来ております。このように周囲に削られた岩があります。で、そこには岩釜とまでは言わないんですけど、
かないですが、砂浜を見ることができますので、気になった方はぜひ来てみてください。それではまたやーさーい。この動画が気に入りましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。